どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ANA がですね、プレスリリースを更新いたしまして、羽田空港国際線第2ターミナルね、運航再開発表されましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらですね、知ってる方もね、多いと思うんですけども、羽田空港国際線第2ターミナルっていうのは、2020年の3月の29日にですね、一回オープンしたんですよね。オープンしたんですけども、コロナの影響で2週間弱でですね、閉鎖になってしまいまして、そのままですね、再開されてなかったわけなんですけども、こちらはですね、7月の19日からですね、運航再開が発表されましたので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらの動画出てるのね、もう昨日になってしまうと思うんですけども、ANA がですね、プレスリリースをね、更新いたしまして、こちらですね、ANA 国際線羽田空港第2ターミナルからの運航3年ぶりに再開ということで、2023年の7月19日ですね、ANA の国際線が羽田空港第2ターミナル国際線施設より運航を3年ぶりに再開いたしますということで、今回ですね、発表がありました。で、再開される日なんですけども、2023年の7月19日よりですね、再開されます。で、現在ですね、決定されている路線っていうのはですね、こういった形になりまして、香港行きが NH859 便出発時刻8時55分から、台北昇山行き NH851 便9時50分発、ロンドン行き NH211 便9時55分発、上海本茶を行き NH969 便10時5分発、台北昇山行き NH853 便13時20分っていう風になっておりまして、一番遅い便でもですね13時20分発っていう風になりますんで、どうやらですねこの第2ターミナルのね営業時間自体もですねかなりね短縮されて再開するみたいで、13時半までのね営業っていう風になっているみたいなんですけども、7月のね19日からですね羽田空港国際線第2ターミナルねとうとうね、利用再開するっていった形になるんですよね。で、7月19日からですね、先ほど言ったね、こちらの便に関しては再開されるみたいなんですけども、運航予定はですね、10月の28日までとなっていて、またね、到着する便はですね、当日ね、ターミナル決定するっていう風になりますんで、帰ってくる便に関しては、第2ターミナルに到着するか、第3ターミナルに到着するかっていうのは、わからないっていった形になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。まあ、こういったね、形になってるんですよね。今までね、羽田空港国際線っていうのは、第3ターミナルのみね、利用されてたわけなんですけども、まあ、これからはですね、ANA に関しては、第2ターミナルね、拡大していくっていう風になりますんで、第3ターミナルになるか、第2ターミナルになるかっていうのはですね、分かれていくっていう風になりますんで、まあ、こうなっていくとですね、ターミナルのね、ミスみたいなのもね、起きていくと思いますので、この点はね、注意していただければなと思います。で、第2ターミナルのね、この国際線エリアが、まあ、どこにあるんだっていう話なんですけども、今ね、第2ターミナルっていうのは国内線のみでね、利用されているわけなんですけども、第2ターミナルの国内線のね、まあ、一部がですね、国際線でね、利用することができるっていう風になっておりまして、第2ターミナルですね、こちらね、公式サイトの地図になるわけなんですけども、京急のね、出口からエスカレーターバーって上がっていただいて、まあ、右側に行っていただくとですね、ANA のね、プレミアムチェックインとかスイートチェックインとかね、ありますよね。まあ、このエレベーターの上がったところにクリスマスのシーズン、ツリーがあるところですね。それを右に行っていただくとね、ありますよね。で、それをずーっと奥に行っていただくとですね、国際線エリアっていう風になるんですよね。で、この2階に関してはですね、ずーっと右側に行くと、まあ、国際線エリアなんですけども、ここはね、到着便っていう風になるんですよね。で、ここの脇にですね、エスカレーターが設置されておりまして、これを登っていくとですね、羽田空港第2ターミナルの国際線のね、チェックインカウンターが、まあ、並んでいるっていった形になるんですよね。ですので、まあ、3階ですかね、アクセスするとしたら、まあ、こういった形になるんですよね。正直ね、私も、ここね、行ったことはないですので、まあ、今ね、行って、どのぐらい見れるのかどうかもね、私は存じ上げないので、まあ、ちょっとね、気になる部分ではあるんですけども、まあ、今後はですね、ここからね、羽田空港第2ターミナルの国際線がですね、利用することができるっていった形になるんですよね。いや、非常にね、楽しみですよね。
で、次にね、ラウンジ情報なんですけども、ラウンジもですね、ANA のね、スイートラウンジ、また ANA ラウンジ、またね、ANA のアライバルラウンジがですね、利用することができるっていった形になります。で、まずね、ANA のスイートラウンジですね、こちら公式サイトの文言なんですけども、羽田空港第2ターミナルに、本邦最大級のラウンジスペースと座席数を確保した国際線ラウンジが誕生します。内装は日本を代表する建築家、福間健吾氏監修のもと、一期一会をコンセプトにしました。日本の伝統を感じる印象的な建築デザインを取り込み、日本の玄関技術として日本庭園のような失礼となっております。また、ラウンジの随所には自然の中にある青、照明やアート等の光で表現しました。ご出発のひとときを ANA ならではの おもてなしの空間でおくつろぎくださいということで、まあ、こういった形になってるんですよね。写真はね、こういった形になっておりまして、こちら ANA のね、公式サイトの写真なんですけども、まあ、かなりね、座席数の広いね、ANA スイートラウンジっていう風になってるみたいですね。で、空間ということで、ダイニングエリアが3階にあって、バーカウンターが4階、またビュッフェカウンターも4階にね、設置されているっていう風になっておりまして、3階のね、ダイニングエリアですね、スイートダイニングということで、こちらね、時間に合わせてですね、提供されるものはね、微妙に違うみたいなんですけども、食事はね、こういった形で、羽田空港でもですね、お寿司もね、味わえるような、まあ、こういった感じになっているそうなんですよね。いや、いいですよね。またね、バーカウンターではですね、各種カクテル、ワイン、日本酒、ビールなどのサービスが、利用することができて、朝の時間にはね、バスリスタによるエスプレッソ、カフェラテなども、まあ、提供していただけるということで、これもね、非常に楽しみですよね。で、またですね、リラックスエリアということで、スイートラウンジにはですね、こういった半個室みたいなね、ブースも、結構ね、用意されているっていう風になりますんで、これもね、本当に利用してみたいですよね。非常に楽しみになってきますよね。で、次にね、ANA ラウンジですね。ちょっとね、ANA ラウンジとスイートラウンジね、書いてある文言は一緒だったので、まあ写真だけね、ちょっと微妙に違う部分がありましたので、まあこういった形になっているみたいですね。ANA ラウンジもね、バーカウンターがね、併設されているみたいですね。で、ダイニングエリアにはですね、ブッフェ形式の食事や、ヌードルバーのご提供ということで、4階にはバーカウンターがね、利用することができるということで、まあ、ここら辺はね、スイートラウンジと同じようなね、サービスになっているみたいですね。まあ、ANA ラウンジの食事メニューっていうのは、ブッフェスタイルの食事が並んでいるっていう感じになると思うんですけども、ヌードルバーとかね、そういったものもね、あるみたいなんで、まあ、今のね、羽田空港第3ターミナルの ANA ラウンジのね、サービスメニューと、ここら辺はね、同じかなっていうところですかね。で、ラウンジ内はですね、こういった形になっておりまして、こちらもね、半個室ブースみたいなのありますし、キッズスペースもあって、シャワーもね、あるみたいなんですよね。で、今回ですね、羽田空港第2ターミナル国際線ね、利用することができるようになるということで、ちょっとね、いつ再開するか正直わかんないんですけども、ANA のね、アライバルラウンジっていうのも、羽田空港第2ターミナル国際線ね、利用することができるっていう風になってるんですよね。こちらね、写真になってるわけなんですけども、まあ、こういった形でですね、到着した時もですね、この ANA のね、ラウンジが利用することができるっていう風になるんですよね。で、またですね、この ANA のね、アライバルラウンジのやつね、このねラウンジ自体がですね発表された時にね非常に話題になりましたけども、足湯とかもね利用することができるみたいなんですよね。で、今までのねアライバルラウンジのねサービスの内容だと、まあ軽食とあとアルコールあとシャワーとかもね利用することができると思いますので、多分こういったサービスになるかもしれないんですけども、まあここら辺はですねコロナの、ね、影響でね、まあ、どういった感じでサービスね、縮小されるのかっていうのと、まあ、7月19日からですね、再開いたしますけども、このアライバルラウンジ自体がですね、この7月19日以降ね、まあ、その日に再開するのか、その後ね、再開していくのかっていうのは正直わかりませんので、まあ、もしかしたらですね、7月の19日からね、やってるかもしれないんですけども、まあ、7月19日はね、出発便がね、再開される日なんで、まあ、もしかしたらやんないかもしれないんですけども、このね、アライバルラウンジっていうのがあること自体はですね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。いや、これはいいですよね。帰ってきてね、ちょっとお酒飲んで帰ったりとか、シャワー浴びて帰ったりね、利用することができるっていう風になりますんで、これもね、非常に楽しみですね。それでは次に、カードラウンジですね。この第2ターミナルの国際線にもですね、ティアットラウンジがね、あります。で、今ね、公式サイトを見るとですね、こういった形になっておりまして、パワーラウンジプレミアムっていうのが、この
第2ターミナルの国際線エリアのラウンジになっているわけなんですけども、これね、今現在は休業中っていう風になっておりますんで、まあ7月19日以降ですね、いつ再開するかっていうのはですね、ちょっとわからない部分ではあるわけなんですけども、こちらもですね、食事とかね、アルコール利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。で、利用できるね、対象カードなんですけども、アメックスのセンチュリオンカード、あとアメプラ、あとアメプラのビジネスカードですね、こちらが利用することができます。それ以外はラグジュアリーカード、TS キュービックゴールド、レクサスカード、ポルシェカード、マンチェスターユナイテッドゴールド、あと MI カードゴールド、プラチナ、ジャックスカード、プラチナ、ハーレーザ、プラチナですね。ここら辺が利用することができるっていった形になります。私がね、お勧めさせていただいてたこちらのね、MI カードゴールドなんですけども、残念ながらですね、今ね、この MI カードゴールドって新規入会ね、停止してるみたいなんですよね。ちょっと前にね、10万円利用すると1万円キャッシュバックっていうのがね、それが3ヶ月利用することができるっていうね、めちゃくちゃお得なキャンペーンがあったんですよね。それでね、発行された方がかなり多かったみたいで、それの途中ぐらいからですね、このね、ゴールドカードね、新規入会止まってるっていう風になりますんで、まあ、そうなってくるとですね、他のカードだとね、ちょっとね、年会費がかなり払わないとね、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、対象カードで保有されている方はですね、いいのかななんていう風に思うんですけども、まあ、ジャックスカード、プラチナとかもね、2万円ぐらいしますんで、まあ、ちょっと他のカードだとですね、お得に利用できるカードはね、ちょっとないかなっていう感じなんですよね。このね、ティアットラウンジっていうのは、LCC でもね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。ちょっとね、MI カードゴールドね、早く再開していただきたいですね。このカードね、年会費5500円で、プラスの方は1万1000なんですけども、まあどちらもですね、特典が結構多いね、クレジットカードで、私もね、会社員になって、ちょっと一回、解約しちゃったんですよね。いや、しなければよかったな、なんていう風に今になってね、思ってるんですけども、ちょっと私もね、利用したいので、またね、発行再開したらですね、発行していきたいなと思います。ということで今回ですね、羽田空港国際線第2ターミナルがですね、ANA とうとう運航再開ということで動画ね、作らせていただいたわけなんですけども、7月の19日からということで、私もね、どっか行きたいと思います。ちょっとね、この新しいラウンジもね、利用させていただきたいっていうふうに思いますんで、予約ね、取ろうと思ったわけなんですけども、残念ながらですね、空席待ちしか取れなかったですね。ちょっとね、優勝でもいいかなと思ってね、優勝の価格見たんですけども、ちょっと思った以上にね、航空券が高くて手が出ませんでしたので、まあ今回ね、ANA マイルでね、空席待ち入れさせていただいたんで、まあもしね、空席落ちてきたらですね、ちょっとね、利用させていただきたいなと、思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ!